しくお願いしま す, しお, しますお花を持ってきました。ありがとうございます。大きい、今年め特に大きいですね。ドライのミモザになります。いい香りしますね、うん、ドライでもいい香りするんですね。はい、ありがとうございます。もともとなんでこのミモザの日を発信していこうって思ってらっしゃったんですか？ミモザの日ってイタリアでは、はい、そのまあ、恋人だけじゃなくてお母さんとかおばあちゃんとか、うん、お世話になってる女性に、まあ、お花を贈る日なんですけど、うん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 、実は日本のお正月もなんか主婦が働かなくていいようにおせち作ってたりとかちょっと似てる部分もなんかあるのかな。確かに、はい、でチッタデラっていうのはイタリアをモチーフにした施設なので、うんうんうん、何かそれをちょっと定着させたいなと思って、うんうん、美さんってミモザの日知ってました？知らなかったです。あ、はい、なんか結構ハッシュタグでもミモザの日だけで3万ぐらいあって、うん、なんかお子さんを黄色い背景の前で素晴らしい写真撮ったりとか、まあ、本当に花を贈るっていう文化が世界的にあったりして、はい、なんか本当にまず女性の人がもらって嬉しいってことを、うん、SNS とか発信することで男性にこっそり届けて、うん、で、あ、送った方がかっこいいんだって思わせたくてこれずっとやってるみたいな感じなんですよ。素敵です。ありがとうございます。そうやってなんだろう、お花をもらえる機会が増えるとみんな嬉しいと思います。ありがとうございます。そう言っていただけて。そうそう、そういうことなんだよね。エミさん今日すごいですね、黄色ファッション。今日は黄色がドレスコードなのでしかもちょっともう、はい、シルクですか？これなんでしょうね、シルクですか？さやさん聞くシルクシルクですかね。ですよね。すごい素敵。ちょっとでもどっちかっていうとちょっとボヘミアンチックなので、ドライなミモザがイメージかな、フレッシュっていうよりなんとなくそんな感じがします。あとこの糸が、あ、そうなんです。糸が、ありがとうございます。さすがですね。なんか今までのミューズとまたちょっと違うハイセンスな社長も今日はね、今日はっていうか去年もなんですけど、まあ、黄色いパンツちょっと気に入ってきてるんで、はいはいはい、お揃いで、あんまりミモザの日以外でやっぱ履くのもちょっと履けないですよね。本当ですか？すごい馴染んでますよ。エミさんのインスタグラムを見てて、はい、お花好きなんだなって思ったと同時に、はい、ちょっと気になるハッシュタグがあって、はい、ハッシュタグボタニカル鈴木ってあれは何なんですか？いや特に大したことないんですけど、はい、まあ、ボタニカルが好きっていうことで、うん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 、お花だけじゃなくて、あ、植物、グリーン、観葉植物も好き。そうです。でもそれでちょっとなんか買ったりした時とか。そうです、結構私も花屋さん行くと自分で選びたいので、うん、自分で花束作ってとか、うん、なんかお家のお花が枯れてこう空間がスペースが空いた分だけこうちょっと足す感じで、うん、あ、でも常に何か囲まれてたりあったりするんですか？うん、はい、今ひまわりがあります。家にひまわりがあるんですか？ひまわりあるんですよ。どこから仕入れたやつですか？お花屋さんに売ってました？仕入れていただきました。もうあんの？いや結構大変ですよ、仕入れるの多分。でも あるはあるんだ。いや僕は一番にあります。うん、3月でも相当先取り。そうなのね。はい、なん か家族でのお花のエピソードとか、思い出とかってあったりします？家族はそうですね、まあお花は結構常に家に飾ってる状態なので、うんうん、子供ともよくお花屋さん一緒に行ってなんか一本選んでいいよって言ってそれをこうなんだろう、いいな、コーディネートする、うんうん、とかそういう遊びは結構してますね。お、じゃあ旦那さんとかとかみんなで行ってみたいな感じで。そうですね、選んでって。夫もお花好きです。あ、そうなんですか。はい、でもまだ何でもない日はあんまりもらってない。もらってない。いや、でもそのお子様にその花屋に連れてって選ばせるってもすごい、花行くって言うんですけど、はい、そういう言葉があるんですね。そうです、食育とかと一緒で、はい、花が生きてるよと、こう茎を折っちゃったら死んじゃうよとか、うん、水がなかったら枯れちゃうんだよみたいなことを、うん、まあ、教える教育は花行くって言うんですけど、僕はその今エミさんがやってらっしゃることって誰かのために花を似合うのを選ぶとか、お母さんにはこれがいいと思うとか、このお部屋のここにはこれがいいと思って考えるっていうのってすごいいい教育だと思ってて、うん、ギフトの精神でもあるし、まあ、その
感性センスを磨くっていう意味でもこう立体的な造形物色も仕入れも旬も違うものを選んでいく習慣が子どもの時からあるっていうのが一番花を贈る人を増やすことだなって僕は思ってる。あのミモザの日のような、うん、あのまあ、大切な人たちをに感謝を伝えるとかこうなんかあの改めて思い返してあのその人を考えたりする機会がどん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 増えていく世の中になるといいなって思います、うん、ありがとうございます、はい。